こんにちは、速稼塾の久保です。時間は4月16日の朝10時20分です。5時間ほど前にね、相場解説をさせていただきました。今日1日の流れですけども、まあとりあえず午前中は様子を見る、場合によっては1日様子を見るつもりでセルの方向をまあ睨んでいくということだったんですけども、あれからこの1、2時間で動きがありました。セルの方向ではなくてですね、倍の方向に向かって、でゾーンの方を越えてきましたね。ちょっと画面を切り替えてご覧いただきたいんですけども、仕切り直しです。これです。はい、ヒゲを出して大きく上の方に跳ねてですね、黄色いゾーンと黄色いゾーンの間に入ってきました。これでもしかしたらレンジに入るのかもしれません。レンジに入るとエントリーするタイミングがないですから、ここで一旦様子を見てレンジが抜けてまたねブレイクが始まるまで待つ形になるかもしれませんという方針変更が今この時間に、なされたわけですね。で今日1日、主には正午から午後に関してですけども、これがレンジに回るのか、そのレンジはどのぐらいの長さになるのか、これを見ていかなくてはなりません。しばらくエントリーのチャンスはないと思います。で今回ね、黄色いゾーンを越えても基本的にブレイクはないですね。ゾーンがね、ゾーンではなくてレンジがどの範囲にあるのかを確かめるためにしばらく見ておかなければならないのかなと思いますよね。特にゾーンの下の方、大きく変わってますね。これがゾーンの下の方はね、レジスタボを越えて上の方に行っちゃったんですよね。で上ヒゲを出しつつある、直前は下ヒゲを出しつつある、いわゆるこれ迷った状態に入る可能性があるんですよ。で大筋ではセルの方に行くんでしょうけども、まだエントリーするタイミングを探すには至らないかなってところですね。ということでね、まあ一日様子を見るっていう風な可能性もあるかなと思ったんですけども、その可能性になりましたんで、今日はエントリーするチャンスはないと思います。ですんで、まあちょっとね、リラックスして、チャートを離れるのも一つの手だと思いますよ。明日までまたごきげんよう。